エウフェミアは伝統的なすべてのキリスト教教会の聖人、聖女エウフェミアとも、聖教会では聖大一名女エウフェミアと表記される。記念日は9月16日である。殉教者として知られ、303年に殉教したとされる。エウフェミアはアレースへ供物を捧げることを拒否したために捕らえられ、いくつもの拷問の後、カルケドンの闘技場で熊に受けた傷により殉教した。 エウフェミアが埋葬された場所は後に巡礼地となった。エウフェミアの姿は、ライオンと共に、車輪や十字架を持つ姿などで描かれる。エウフェミアの名前と没年は5世紀に、ヒエローニムス純教録において研究されている。303年は、ディオクレティアヌス統治下のローマ帝国による最後の大迫害の最初の年であった。ファスティビンドーボレンセスにおいては10月16日に、 殉教したとされている。この他に、エウフェミアについて検証可能な歴史的文書は存在していない。エウフェミアの名と聖人伝は、ヤコブスデフ・ウオラギネの黄金伝説に記されることにより有名となった。聖エウフェミアの殉教聖エウフェミア。エウフェミアはカルケドンで、元老院議員であったフィロフロノスとその妻である。 テオドージアの間に生まれたとされる。伝承によると、カルケドンの知事であったプリスコスは、市民全員に非キリスト教の祭りに参加し、アレースに供物を捧げるよう命令を出した。エウフェミアは知事の命令を無視し、隠れてキリスト教の神に祈りを捧げているところを、49人のキリスト教徒と共に発見されて捕まった。彼らは19日間にわたり拷問されたが、 誰も信仰を捨てなかった。プリスコスは彼らの中で一番若かったエウフェミアを仲間から引き離し、拷問により信仰を放棄させようとした。エウフェミアは鋭いナイフと共に車輪に縛り付けられたが、彼女が主に祈ると車輪は止まり、天使が現れ傷を癒した。火の中に放り込まれてもナイフで一杯の穴の上を歩いても彼女に傷はつかなかった。エウフェミアは、 猛獣により殺される刑を宣告され、彼女を殺すための猛獣が待つ、闘技場へ入れられた。処刑の前に、エウフェミアは、自らの苦難と殉教を神に祈った。ライオンは彼女を殺すことはなく、ただ彼女の傷を舐めるだけであった。最後に、野生のクマから足に小さな傷を与えられ、彼女は死んだとされている。四世紀末にカルケドンのエウフェミアの墓の上に、バッシリカが建設された。 451年のカルケドン公会議はこの制度で開催された。コンスタンティノープルのシナクサリオンによると次のように伝えられている。451年にカルケドン公会議が開催された際、単性論破と政教会派が議論したが決定的な合意には至らなかった。単性論破と政教会派がそれぞれの信仰告白を書いた巻物を 棺の中に眠る聖エウフェミアの胸の上に置いて蓋を閉めた。3日後に再び蓋を開けたところ、聖教会派の巻物が右手にあり、肝聖論破の巻物は足元にあった。棺に収められた聖エウフェミアの聖遺物ロシアで作られた聖骨箱、ディオクレティアヌスによるキリスト教徒への迫害が終わると、エウフェミアの聖遺物は黄金の棺に収められ、 エウフェミアを称えるために建設された教会に置かれた。数世紀にわたり多くの巡礼者がこの教会を訪れた。617年にはホスロー一世によりペルシア帝国がカルケドンを征服していた。そのため620年頃にコンスタンティノープルの新しい教会に聖遺物が移された。製造数系派への迫害の中で エウフェミアの聖骨箱は海に投げ込まれたと伝えられたが、聖教会派で船の持ち主であった二人の兄弟によって回収され、地元の司教によって隠された。後に、レムヌス島に運ばれ、796年にはコンスタンティノープルに戻された。現在のところ、聖エウフェミアの主な生遺物は、イスタンブールにある聖ケオルギオス大聖堂に存在する。また、 聖エウフェミアの棺があるとされる、ロビニの聖エウフェミア教会に掲げられていると聞いたには、次のように記されている。この古い大遺跡の棺には、殉教聖人の遺体が収められています。はじめはクロアチアで、次に、コンスタンティノープルで800年まで守られてきました。しかし偶像破壊主義者たちの支配力が増す中で、聖人の意外が汚される恐れがありました。 経験なる伝説によると、いつしか、コンスタンティノープルから生骨箱は姿を消し、800年7月13日に、ロビニの海岸にたどり着きました。それからずっと、この場所で、棺は守られ続けています。黒板、ロビニの聖エウフェミア教会。ありがとうございます。